日も番組をご視聴くださいましてありがとうございます。キープフィッシングのヤスです。今回は100均のダイソーさんが出しておりますグロッケワーム、タチウオワームとドジョウワームの比較をしてみたいと思っています。最後までご視聴お願いします。懐中電灯を照射して発光時間の比較をしてみようと思ってるわけですね。この今画面上で見ていただいた通りなんですけども、照射直後の状態が今この画面に映っている状態です。でどちらもそれなりの発光状態にあるように映って見えますよね。まあ、結構釣れそうな感じがしませんか。実際によく釣れるワームだなと思うんですよ。土壌ワームよりタチウワームの方が、まあ、使用頻度がね、多くなっていましてね。まあ、釣果については、タチウワームの方がよく釣れるイメージが個人的にはあるんですけどね。ただ最初に釣れたのは、土壌系のワーム、土壌ワームの方だったんですけどね。まあ、実際にこう使っている時に、タチウワームの方がですね、別売りにこう売ってますね。フックを別に買ってですね、つけるようにこう作られてる感じだったんでね。まあ、ドジョウワームの方はそのままフックつけて使える感じでしたんで、それでドジョウワームを先に使用したわけです。ただ後からタチウワームの方がですね、なんとなくこう発光している感じがね、長いというかね、しっかり発光してるなというイメージがあったもんですからね。まあ、実際に使ってみると、こう、ヒラメとかタコとかね、釣れましてね。まあ、そうしているうちに、ドジョウワームの方の出番がもう全然少なくなってしまったという感じでしょうかね。それゆえに、差が出ているというところかもしれません。もしかするとですね、ドジョウワームの方もしっかり使っていたら、もっと釣れていたのかもしれませんね。これ今カメラを通していない状態だと、もっとしっかり光っているようには見えているんですよ。これカメラを通すとですね、ちょっと暗い感じがしますよね。最初に画面に映ってた時よりも結構暗くなってますから、まあ実際に現行してるんだと思いますけどね。まあ思ったより発光時間って短いんじゃないかなという感じがしませんかね。魚にはどんな風に映ってるか分かりませんけどね。まあ土壌系の土壌ワームの方はもうほとんどこう見えにくい状態にまで落ちてるような感じがしますよね。でこれタチウワームの方はまだはっきりこう光があるような感じに見えてますよね。で実際にこう釣り場でこう使用する時もあれって思ったわけですよ。ドジョウワームの方はですね、あんまり見えてない状態じゃなかったかなと思います。真っ暗い中でね、ちょっと釣りしてたもんですからね。まあ、ヘッドライトで照射した程度の光はあったのかもしれませんけどね。まあ、懐中電灯はその時は使用していませんでした。あまりこの発光という意味ではね、こんな感じで光ってるというのはちょっと私もあんまり使ったことなかったので分かっていませんでしたんでね。まあ、最近はあの懐中電灯ちゃんと持っていくようにしてるんですけども、初めて使うときはね、まあ適当に光ってやいいのかなと思ってたんで、そこまで深く考えておりませんでしたけどね。まあ魚にはこう人間に見えてる状態がちょっと違うんじゃないかなと思ってましたから、まあそれでも、まあ光ってればね、それなりにこう魚も反応してくれる感じがしますよね。今もピンクはもうすっかり見えていませんよね。まあこの状態でもですね、こう緑に光ってるものはまあ結構見えていますよね。カメラ越しでもタチウワームの方は見えているという状況ですからね。実際に使用してる時もやっぱりタチウワームの方がよく見えてるなという感じはしていました。ドジョウワームを使った時は、まあフック簡単にね
セットできるんで、まあ、それだけ使いやすいっていうところと、まあ、形状がね、なんかそっちの方が強そうな感じですよね。タチウムアームの方はちょっと頭がないんでね、フックをセットしないとなんか釣れない感じがちょっとあったんでしょうね。まあ今全然違いますけどね。まあどちらにしてもこのワームの発光というところでは、まあ餌も一緒につければね、わかりませんけどね、置き竿にした状態ではちょっと難しいかもしれませんね。かなりが暗い状態であったですね。まあ暗い中で使用していると全然光っていないということがよくわかりました。今画面上でこうワームが動いているように見えるのは、こう実際に動かしてるんで、こうやって手で動かしてるので動いて見えてるだけですんでね、ワームの位置がどこにあるのかがちょっとわかりにくい状態なんで、今こう意図的にね、手で動かして動きを入れています。ただね、画面は真っ暗に映ってるだけという感じになってきましたんでね、しかも見えてるのは緑の方がかろうじて2本ね、縦にこう線が2本見えてるかなという程度にしか見えていませんから、まあほぼ黒い画面をご覧いただいているという状況になっていようかと思われます。ピンクなんかも最初からね、どうなのかなと思っていましたけど、やっぱりかなりこう差が出てきましたよね。実際このタチウムアームにセットするフックは、通常は番組で紹介させていただいている通り、針をね埋め込んでセットするか、もしくはブラックバス用のねオフセットフックを使用しています。ちょっと大きめのねオフセットフックであればなんとかつけられますんでね。ただまあそれオフセットフックだけでも釣れるんでしょうけども、まあブラックバスの場合は釣れた後放流してしまうんで、まあ毎日バラしてもねあんまり関係ないような気がするんですけど、ヒラメと片方がバレると結構きついですよね。なので今トレブルフックを併用して、まあ、針の本数をね増やして、まあ、かかりやすくするようにその状態で釣るようにしていますんでね。まあそれでもまだまだ針の本数少ないのかなと思いますけど、値がかりすると一点なくなっちゃいますんでね。まあオフセットフックが1、トレブルフックが1という感じで使っていますかね。トレブルフックをもう1個つけてもいいんですけどね、まあ今使っているのはオフセットフックとトレブルフックを1個ずつつけて釣るという時が多いですね。画面上ではね、今もう真っ暗で、もうどっちも今もう見えない状態になってきましたかね。この状態でも魚には見えてるんでしょうかね。もうわからないですよね。まあ今回の実験で、まあちょっとヒントを開けることができましたらね、まあ明るいところで出してみました。この状態です。もう一回ライト当ててみますよ。どんな感じに映るでしょうか。はい、このぼんやりとこう白くなりましたよね。これが発光している状態という感じになるので、この状態でまた暗くするとさっきの初めの時の状態のように白くこうぼんやり光っているような状態に映っているということに。もうピンクの方がね、すぐに蛍光が始まっているんじゃないかと思います。タチウムアームはね、しっかり光ってくれているので、まあ、どちらもこれ2本で100円と同じ値段ですからね、1本あたり50円とはチープフィッシャーマンにはちょっと痛い金額ではありますけどね。どちらを使いましょうかね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組は
チープな仕掛けをあなたのもとに、チープフィッシャーマンのチープ安井がお送りいたしました。それではまたお会いいたしましょう。気をつけて、いってらっしゃい。